高畑さんと僕の人生のお話みたいなする時間がありまして、高畑さんが涙を流してくださって、就活に対してスタンスの違う夫婦、高畑さんと橋爪さんとの間に入ってのお芝居、水野さんいかがでしたか？いや、めちゃくちゃやっぱり緊張しましたね。本当にもうずっと小さい頃から見てきたお二人だったので、もうすごく恐縮でしたし、どんなお芝居を自分が返すことができるのかっていう緊張もあったんですけど、いざ現場に入ってみるとやっぱりお二人のこの素晴らしい演技に自分も引き出していただきましたし、あと回ってないところで高畑さんと僕の人生のお話みたいなする時間がありまして、そこでね、僕みたいなこう全然無名の新人の生い立ちとか、そういうどういう思いでこの作品に臨んでいるかっていう、そういう熱い話に高畑さんが涙を流してくださって、本当に真摯にどんな方でも対等に扱ってくださる姿に、僕自身すごく本当に回ってるところ回ってないところ全部財産になるような時間でしたね。水野さんのことはですね、私も半生語れるぐらいも分かっております。それは待合の時間に、待ってる時間にですね、橋爪さんがほとんど口を聞いてくれなかったので、ほとんど水野さんの半生を聞くということで終始しましたので、水野さんのことは何でも私に聞いてください。本当に世代を選ばない、映画ができたなと、僕自身も感じています。この映画のすごいところっていうのは、誰かと見たくなる映画っていう部分で、今このコロナ禍で人と会うこと、人と接することを制限されてて、誰かとが非常に難しい時代だなっていうのは僕も感じています。でもこんな時代だからこそ、誰かと見る映画っていうのは素晴らしいと思うし、人に伝わると思っています。なのでそういう部分を、僕らはこういう状況でありますけど諦めずに、一生懸命最後まで PR していきたいなと思います。以上です。はい、水野さんありがとうございます。